蝶野正弘が飲み始めたのは米ぬか大豆エキス納豆菌発酵液美腸乱舞。ですね、リハビリは自分の中でちょっと驚いてる部分が何個かやっぱありますよね。まあ一つその今のその、医療の進化で自分はやっぱそのどっちかっていうと手術をしない派、あんま医療当てにしないタイプなんて、でそのメスを入れた結果動けなくなった、ただ痛みが取れたというところの気持ちのところのもうこの辺のこうストレスがバーッとなくなるんですけども、で次に今度麻痺しちゃってる、動けない、っていう焦りはあるんですけども、入院は自分はだからちょっと早めに、本当は3週間4週間って言われたのが2週間ぐらい出て、もう翌日からちょっと仕事があったんで、翌日仕事をして、翌々日はね福井かどっかまで電車乗って車椅子で行くんですけども、で、リハビリをやって最初のうちはもう横になって、例えばこっちの足を上げてくださいって、よくベッドで足をこっちにこうやってやるような動かして、もうそういう動きは足が動かないわけですよ、左足が。でとにかくもう付け根の部分痛みはなくなったんだけども、その付け根から足をこう動かすことがもうほぼできなくて、手でこうやって足を動かすっていうような形で、そういうこうしてるうちに、理学療法士のリハビリの少しずつ1ヶ月ぐらい経ってきたから、要はここの筋肉が動かないから、この筋肉を蘇らせるためにはこういう動きをやってくださいって言って、本当ね、普通の人が見たら単にこうやってちょっとこうやってやってるような、何やってるのってリハビリなのと思うようなことをやると、やっぱそれがね 2,3 日するとやっぱねそこの筋肉が蘇ってきて、要はもう神経が麻痺してるから動いてなかったところが、動くと一個一個こう変わっていくわけですよ。で、ね、逆にそれがものすごい励みになったというか、悪い時は治療して一歩前進するけど二歩後退してるみたいな、悪くなっていくわけですよ。で今回のケースは、治療して2良くなったらまたでも一歩後退するみたいな、でも一歩前進してるわけですよ。だからそれはなんかすごい、その理学療法とかの、体のやっぱりその筋肉のパーツをしっかりと持って、そのパーツをどう刺激を与えるのかっていう、こういう細かいあれがちゃんとできてるんだなと、いろんな他の、整骨の先生だったりとかそのトレーナー先生たちでもそういうこと当然分かってるんですけども、理学療法の人たちっていうのはなんかそういうその基本のところを正確に、だから、体こっちにストレッチさせて足をねこっちにちょっとこう動かしてください、もう1センチ2センチしか動かない、でもそれをやっぱちゃんと自分なんか今週3ぐらいですかね、でやってるペースでやってる、やっぱ少しずつやっぱ変わってくるっていうのが、なんか嬉しかったですよね。リハビリをやりながら、その治療とかって治していくときに、じゃあ手術を一つやったから治るとかっていうのじゃないんですよね。で特にその年齢的なこともあるんで、その体の全体的なバランスでそういったものを含めて、なるべくいい状態に体を持っとかいかないと治療も進まないっていうのが分かってましたから、でそういった時にその何かいいお薬というか飲み物はないですかねっていうような話をしてて、でその山本社長の方からこうなるからちょっと試してみればっていう形で紹介されて、で自分が非常に体調が悪いところから、その当初は、やっぱその、例えばその関節関係、それからこっち その循環が悪いとかね、神経のあれが悪いから、そういったそのパーツ的な、サプリの話なんかもしてたんですけども、
そう免疫力を上げるというような、まあ、基本中の基本のところで、まあ、最初はこう悪い手術をするまでっていうのは、まあ、その、状況というのはどん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 痛みが増していく。で今度増してから手術をして、で継続的に飲んでるんですけども、まあ、そこからいろいろパーツパーツの補充をリハビリをしながら、をやっていくんですけども、多分本来自分がやっぱ年齢的なところで基礎代謝とか、そういったものがものすごく落ちてきてる。要はその、治療をしながらその自分たちなんかでも体を作るときと全く同じように、やっぱ寝ることであったり食事であったりというのは、その基本的なその免疫力をちゃんと高めるっていうね、そこは基本ですから、それをやっぱりその、補給するっていう、体がすぐに何か反応するっていうよりか、やっぱりそういうことを常にこうキープしながらやっていくっていうのが、もう多分40ぐらいからどんどんやっぱり体力って落ちていくから、やっぱそこには何かをやっぱ補給していく。それがまあ俺の場合は怪我の場合というか、こう腰の感じてはもう手術という手段でしたから、でやっぱ今度内側からの部分とかっていうのでは、その補給していくということが、まあ皆さんやってるし、人それぞれ体質があると思うんですけども、だからそこを逆に、自分の前にそのいろいろなそのやっぱプロレスのやってる時代には筋肉作るためには、こういうサプリが必要なんじゃないかとか、プロテインが必要なんじゃないかとかこういうような、スタイルを取ってましたけども、そうでなくてやっぱり年齢的なところでいくとやっぱり、もっとその基本になる、まあ、睡眠から作られるような免疫力であったりと、そういったところに多分行き着くんだなっていうのは分かりましたね。10年先も理想の体へ、美腸乱舞。